ニャスニャス、ユキおだよ。ということでですね。はい。えー、皆さん、あこんにちは。えー、ユキと申します。ちょっと今日はですね、あの、めちゃくちゃ、まあ、意外というか、なんでっていうね、まあ正直、あれなんですけど、商品紹介のお仕事いただきまして、今動画撮ってるんですけど、まあなんでっていうのはですね、今回僕が紹介する商品がですね、コントローラー、はい。まあパッドですね、いわゆる。まあ、なんでね、あの、僕にあの、PAD の紹介のね、あの、案件が来たかと言いますとですね、世界大会、 から帰ってきてきああのまあちょっとオフシーズンですねいわゆるちょっと気分転換にね、あの、まあ、お遊びで、パッドでやってる時に、もうちょっと上手くなりたいなって考えた時に、カスタムコントローラー欲しいなと思って、あのー、買ったのがですね、こちらですよね。こちらのコントローラー買ってやってたんですけど、まあ、これがまあ、ボイドさんのね、ボイドゲーミングさんっていうね、ところのパッドを買ってやってたんですけど、そ、まあ、したらですね、皆さん、ボイドさんからパッド紹介の案件来ましたっつって、尾形から来まして、<laughs> はい、今に、 至っております。正直僕、キーマンプレイヤーでね、パッとに関してはね、めちゃくちゃ浅いんですけど、まあ浅いなりにですね、まあ一応プロなんで、プロ視点のね、話なんかもできたらいいなと、思うんで、はい、まあ紹介していきたいと思います。で、まあ今回ね、紹介するのがまあこちらですね、いただいたものこちらになるんですけど、まあこのパッケージはまあ靴のデザインなんですけど、クリスマスデザイン、期間限定のやつ、なんか毎年クリスマスデザインのやつをね、やってるらしくて、でまあ、クリスマスデザインをね、紹介していこうと思います。はい、こちらに、 なっております。はい。今、まあ、正直めちゃくちゃ可愛いです。はい。まあ、デザインに関してはね、あの、ま、人それぞれいろいろ好みがあるとは思うんですけど、僕はめちゃくちゃ好きです。なので真っ黒とか真っ白でもいいんですけどね。はい。まあ、こんな感じでデザインで個性を出していきましょうよ、皆さん。めちゃくちゃ可愛いじゃないで、これ2023クリスマスモデル中風にね、はい、映ってるかなわかんないですけども。はい。えー、書いてありますんでね。えー、ま、期間限定なんで今しか買えないと。 ということで、まあ、数量限定、えー、となっておりますんで。ということで、まあ、あの、詳細をね、えー、これからベラベラと喋っていこうとは思うんですけど、ま、あの、まあ、例のことくですね、動画を最後まで見てもらいたいがために、やっぱクーポンコードやプレゼントキャンペーンなど重要なお知らせは一番最後に持って、えー、きておるので、できれば最後まで見ていってくださいね。途中は飛ばしてもらって構わない。うん。ということで、限定のね、クリスマスデザインとなっております。で、今回ね、僕が紹介するのがあの、プレステ5 コントローラーのカスタムコントローラーなんですね。まあ、プレスフォードコントローラー、カスタムコントローラーもあるんですけど、まあ、何が違うかっていうと、やっぱ、主にこの大きさですね。プレステ5のがでかいです。僕はね、手が大きい方なんで、まあ、見ての通り、手が大きい方なんで、そもそも大きさがでかいプレステ5のコントローラーをね、えー、今こうやってご紹介してさせていただいてるんですが、同時にあの、宮城兵もね、宮ナイトレさんもやるらしくて、そっちはね、プレスフォード。宮城はね、ま、あ手がちっちゃいから、ま、あ普段プレスフォードカスタムコントローラー使ってるらしいんで、プレスフォ 紹介をしてるらしいんで、まあ、そっちはそっちで、えー、見ていただけたらなと思いますということで。はい。 いろいろと紹介していきましょう。早速。僕がね、あの、ちょっとパッドエアプなんで、僕目線で一番いいなって思うところちょっと先に紹介させてもらいたいんですが、まあ、それはね、あの、背面パッドです。これに関してはもうみ、みんな、あの、頷いてくれると思うんですけど、あの、正直、純コンとカスタムコントローラーも一番の違いって言ってもいいと思います、ね。背面のボタンがあるかどうかですね。これね、プレイにめちゃくちゃ影響してくると思います。やっぱりね、パッドってね、ボタンの数が少ないし、この3つの指かな両手で。 6つだね。えー、かったよかった。6つでプレイするからさ。ちょっと足りなくなりがちなのよ。APEX なんて特に割と複雑なゲームというか、まあ、いろんな、あのー、バインドがあるからね。割り当てがあるから難しいんだけど、おそれをね、この、パッドの後ろ側につけちゃおうということで、はい。見てわかりますでしょうかここにね、ついてますよね。カチカチとなっているんですけど、ここに、こっちにもついてます。まあ、この数とかも変えれます。こう、2個2個で4個、計4個にできたりもしますんでね。今これ何がいいって、あの、こうでしょ 普通は、この3本の指でしかできないけど、例えばこっち、ここ、薬指とかでこう押したり見て、こともできますよっていうことで、まあ、プレイの幅が、まあ、とにかく広がります。スムーズな操作ができますね。だからまあ、僕がカンスタムコントローラー買った理由ですよね。背面ボタンがあるかどうかが、まあ、僕の決め手でしたね。あとはね、まあ、ちょっとマニアックな話になってくるんですけど、スマートトリガーっていうのがね、あ,ありまして、ここの、あの、R2、L2 のね、ここ。 トリガーの部分ですね。ここは、あの、純燻の場合、こう、ふにゃっと押し込むじゃないですか。だけど、このカスタムコントローラーで、その、この設定、スマートトリガーの設定にすると、わかるかな 入ってるかなマイクにちょっとノイ一回に入ってないかもしんないんだけど、カチッカチッって音聞こえる。めちゃくちゃこの浅い。本当にマウスのクリックみたいな感覚で、トリガーを押すことができる。これがスマートトリガーになってますね。これ何がいいっていうと、順行ビッ、クッと、結構奥まで押し込まないといけないんで、レスポンスが遅いんですね。まあだから相手よりも早く射撃できるよっていうのが、この強みですね。スマートトリガーの。っていうことになってます。で、単発打ちもめちゃくちゃしやすいです。こう、ほら、カチカチ,カチ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 ってなるんで、できるんで、あの、順行だったら、グン、グン、グン、 スマートルーガーだとカチ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 ってできるんで、単発打ちなどもしやすいと。まあ、FPS するんだったらこっちの方がいいんちゃうって僕は思いますね。で、まあ、あのスマートボタンっていうのもあります。まあ、同じような感じだと思います。トリガーの,あのボタンバージョンですね。スマートボタン。ボタンバージョン。このボタンのところがですね、はっきりとした押し心地。まあ、これバッてフィナっとなるんですけど、普通は。まあ、カチカチと。うん。はっきりとした押し心地になって、レスポンスがいいというふうになっております。いやあとそれです。あ,あれだあ。振動。 モーターっていうのがね、普通はあるらしいんです。エーペックスって、あの、振動設定って切るじゃないですか。切ってます皆さん。あの、エペするときちゃんと切らないとダメですよ。振動ボタン。あの、射撃するときにブルル,ル,ルルってコントローラー振動してる人いたら、あの、今すぐ切ってほしいんですけど、あの、その振動モーターがそもそもないです。除去されてます。何がいいっていうと、軽量化。 が測る、約 80g トータル 280g 循環だとあるらしいんですが 200g まで軽減されてる、まあ、80g も軽減されてるこれめちゃくちゃでかいことだと思いますマウスもしっかりなんですけど、まあ、使うデバイスに関しては軽ければ軽いほどいいと思っているんでこれめちゃめちゃいいと思います で、まぁ、あ、ちょっと、あの、僕のね、プレイ動画をね、一応載せろという風には言われているんですけど、ちょっと射撃で勘弁してほしいですね。えー、なんでかって言うと僕のね、未熟者のパッドのプレイなんてね、見せてもちょっとあれなんで、ちょっとコントローラーの触り心地とかを鮮明にね、お伝えできる射撃でちょっとやらせてください。すいません。はい、ということで、えー、まぁ、あ、実際にね、射撃場で、えー、このパッドね、下がって、 プレイしていいいきたと思ます一応ですね。一応ね、僕のあの、コントローラーの設定なんですが、まあこれ43リニアですね。えまあ一番強いです。まあエムボットです。はい、43リニア。で、まあカスタムですね。ボタン配置は。まあこんな感じになっています。まあちょっと、まあちょっと正直あの、参考になるかどうかはわかんないんですけど、まあ一応こんな感じになっています。でね、あの、まあ肝になってくるのは、やっぱりあれですね。アビリティですね。キャラのアビリティ。えまあキーボードでいう Q。 の位置のその割り当てがこの背面ボタンはここになってます。はい。まあ、正直他に割り当てるところがなくて、これのためにこのコントローラー、カスタムコントローラーを買ったと言っても、はい、過言ではありません。はい。まあ、実際にちょちょろっとね、打っていきたいと思います。なんで買ったかっていうとねですね、あの、単純にね、あのほ、他のね、僕の周りで使ってるプロが多かったっていうのがね、あの、一番あります。あ、いいですね。うん。 あスマートトリガーがね、マジでいいです。はい。マウスクリックみたいな感覚で押せるので、マジでいいです。僕の周りって言ったら、ま、本当にトッププロばっかですからね。あの、まあ、僕はトッププロって言ってるみたいで、ちょっとあれなんですけど、あの、まあ、例えばですね、あの、また、それこそ、あの、世界大会のブーキャンうん、ブートキャンプがですね、あの、フナティックの拠点でやってて、今、フナティックと、あと、ノーセプション。 まあ、あとリドルみたいな感じで、まあ休憩中とかに、ちょっとコントローラー貸しようみたいな感じで貸してもらって、えー、射撃場とかでね、試した感じ、まあ、ボイドが良かったみたいな感じですね。それこそ、だから、ノーセプのサツキとか、ライカさんも確か、なんか、遠目で見た感じボイドだったような気がする。うん。だし、海ちゃんもそうだし、 あと、ハンドリとかもそうか。ハンドリは別の会場だったけど、別の武器の施設だったけど、ハンドリもそうらしいし、まあ、あと、床ペローとかもそうなんじゃないかな。ちょっと他のプロわかんないですけど、まあ、僕の周りの、だからそう、今、名前出した人だったちは、もう、そうそうたるメンツ、っていうか、まあ、日本のエーペックスプロの、もう、ほんとトップですからね。たちが使ってるっていうことで、あの、まあ、正直、その、やっぱね、上手くなりたいんだったら、やっぱり、あの、うめえ奴らの真似をしろっていうことで、 あのー、僕もね、あの、ボイドさんのコントーラー買ったんですけどね。まあ、正直そのトッププロが使うっていうことは、ま、それなりの理由があるっていうことなんでね。うん。で、ま、あこれですね、こう、アビリティが、こう、今、これカチッって言ったんですけど、この後ろの背面、パド、背面ボタンで、はい、やってアビリティ出してます。ウルトを出すときも、こう、こうやって、押して、みたいな、感じでできるのでね。ま、あ本当に、あの、パッドで上手くなりたいんだったら、背面ボタンはあった方がいいと思います。はい。 あのー、まあ、エアアップの感想なんですけど、うん。正直みんなもエアアップじゃん。うん。まあ、俺からしたらみんなエアアップだし、俺もエアアップなんだけど、パッと。だからさ、もうやっぱさ、いいもん買おうよ。どうせコントローラーって結構値段するからさ、カスタムコントローラーの中では割と安い方だと思うし、みんな何もわかんねえんだから、トッププロが使ってるいいやつ使おうぜ。 で、なんかよくわかんなくなってもさ、日本語で対応してくれっから、まってこれ買った方がいいと思うよ。で、このスティックに関しては、まあ、これに関してはカスタムしてないんだけど、あの、送ってもらったものだからカスタムしてないんだけど、9月に個人的に買ったやつはちょっとスティック高くしたりね、したんですけど、まあ、この低めのやつもいいね。このデフォルトっていうの、デフォルトの低めのやつも全然いいね。このスティック高くすると、その、何、リコイルがしやすくなるとか、っていうのもあるらしいですね。 で、このスティックの形とか、ここをくぼんでるじゃん。これくぼんでるのをこう山なりにね、したりっていうのもできる。まあ、正直、このパッドの性能というか、あの、ボタンのあれとか、スマートトリガーとかいろいろ言いましたけど、その、スマートトリガーじゃない方がいいって言ったら、そういうカスタムもできるし、ま、正直スマートトリガーはあった方がいいと思うんだけど、俺はね、うん。スティックの高さとか、もう全部自分好みにカスタムできちゃうから。ということでね、ま、そんな感じです。僕のプレイはこんなもんです <laughs>。あの、正直カジュアルとか言っても。 あんまり参考にはならないと思うんであこれぐらいにしといてであのさっきから言ったらねカスタムカスタム言ってますけど、まあ、どうやってカスタムするのっていうところをねちょっと今から説明できたらなと思いますはい。 はい、ということでね、さっきの最初言ってるカスタムカスタムというね、ところで、えー、カスタムの仕方をね、説明していきたいと思うんですけど、概要欄にね、えー、ボイドゲーミングさんの公式のね、サイトが貼ってありますんで、まあそっからパッと飛んでいただいて、えー、まあ自分のね、買いたい、えー、ものをね、プレイステーション5が欲しかったらこっち、4が欲しかったらこっちみたいな感じで、えー、クリックしてもらって、でまあこのページに行きますよということで、まあ色が選べますと。まあ今回のね、クリスマスモデルに関しては、まあちょっとまだ僕の撮、今撮影時点ではね、あのー、撮影時点つってもちょっと、納期ギリ 切り切りでやってるのが一応バレたかバレたけどちょっとまだ出てないんですけど出た後はねあの表示されると思うんでそこで選んでもらって僕的にあの絶対やった方がいいなって思うのは対面ボタンうん対面ボタンゼロはねない2つ以上ですねまあお金に祝って妥協したくないって多分4つでもいいしまあ俺は2つでちょうどよかった2つちょうどいいっていうかまあ十分だったっていうのでまあ俺は2つで。 いいかな。でも、背面ボタンは絶対あった方がいいのかなって思います。ですね。まあ、振動機能は絶対なくていい。エーペックスプレイするんだったらね。はい。で、えー、っと、まあ、このスマートトリガーね。これはね、あのー、やってみて。あの、マジ結構変わるから。あの、マウスのクリックみたいな感じでカチカチってね。マジで押しやすくなるから、これはやってみてほしいから。っていうところで。まあ、あとは、好みかな。うん。スマートスティックは、ま、耐久性上げるものだから、まあ、これもお金に余裕あるんだったらって感じで、やってもろうてっていう感じなんですけど。はい。 まあ僕のおすすめはスマートリガー。あと背面ボタンですね。はい。って感じです。まあこんな感じで、こと細かにね。はい。カスタムができますよ。っていうご紹介でした。はい。えー、ということで、いかがだったでしょうか。ボイドゲーミングさんのね、えー、クリスマス期間限定のね、はい。クリスマスモデルのプレステ5のカスタムコントローラーのね、えー、こちらの、はい。えー、ご紹介だったんですけれども、まあいろいろと、 おーこののコントローラーの良さを分かかってもらえたかと思いますまあいろいろ難しいこと言いましたが、あの、間違いない。うん。あのね、間違いない。なんでかっていうと、エッペックスクソうめプロがみんな使ってるから。うん。あの、俺のことは気にしなくていい。うん。あの、ノーセブのサツキが使ってるからとか、ウミちゃんが使ってるからとか。 破壊ハンマードリルが使ってるからとかもそういう理由でいいの。うん。まあいいものだからみんな使ってると思うんで、はい。まあとりあえず買っとけば間違いないでしょっていうコントローラーの、はい、ご紹介でした。<laughs> なんで俺がやってんだよっていう話なんですけど、なんでやってんのっていう話なんですけどね。まあめちゃめちゃいいことには変わりないのでね、えー、手放しでおすすめします。実際に僕も個人的に買いました。この案件の前に。えいとで、ね、えー、まあお待ちかねのお得な情報についてなんですけど、まあクーポンコードがね、あの、あります。 カート画面ですね。さっきのあのー、カスタムとか、その公式のね、えー、サイトがあったと思うんですけど、まあ、そこで購入直前に、あの、カート画面ね、あの、割引行動欄っていうのがあるらしいんで、まあ、そこに小文字アルファベットで雪きをとね、えー、入れてもらうと5%引きになるということで、まあ、これは絶対使った方がいいですね。一人一回だけ。 使用可能になってます。で、期間が、えっ、ー、と、この動画出た後、まあ、発売した時から、えー、1月31日ですね。えー、来年、2024年の1月31日まで、になって、えー、おります。ということでですね。プレゼントキャンペーンみたいなのもんね、なんかするって僕は聞いたんで、ちょっとその辺に関しては、あの、僕の動画ではなくて、その、ボイドさんのね、公式のツイッターアカウント、あ,あ、失礼、あの、X アカウントの方で、いろいろ更新がされていくと思うんで、えー、ちょっと高くて買えないよ、という方は、あー まあまあ、そちらのお得なね、情報がね、発信されてるボジュさんの X のね、公式アカウント、概要欄に貼っていますので、そちらの方もチェックしてみてはいかがでしょうか。ということでした。とりあえず、よくわかんねえけど、パッとうまくなりてえよとか、キーマンからパッとに移行するけどさ、うまくなりてえよみたいな人は買っ、買えいうん。いいから、とりあえずいいから買おうっていうね、話でした。はい。ということで、えー、でした。